こんにちは、粟田洋介です。最近赤い色を使った絵をあんまり描いてないなって思うんで、ちょっと赤が多めの絵を描いたらなんかいつもと違った雰囲気になるんじゃないかと思って、キャンバスにアクリル絵の具で赤を多めに使った絵を描いていこうと思います。普段私は無意識に絵を描いているんですけど、ちょっと今日は意識的になって絵を描きながら考えていること、どういうアイデアにしようかなとか、それから描いている絵のインスピレーションはどこから得たのかとかね、それでそれを忘れないうちにお話ししようと思います。赤をメインに使っていきたいんですけど、なんか単なる同系色の絵にしたくないので、まずは全体黄色で塗っていこうと思います。うっかりしていましたが、バックグラウンドなのでお得用の絵の具を使わないとですね、より同系色にならないようにミントグリーンを入れます。色を合わせていくのに、この色合いだと赤系を足していくときに結構頭を使うんじゃないかと思います。前にうちにいた猫が年取ってから、なんか私は猫たちが親みたいだなって思ったんですね。それはなんかいたわってあげなきゃない、守ってあげなきゃない、そしてそこまで生きてきたっていう、なんだかよくわからないけど尊敬みたいな感じ、そういう感じの大事さに思えてきたんですね。で、今の猫たちは大人になったばっかりなんですけど、今日は猫たちが一生懸命なんか見てるんですよ。その見ている先のものが私には見えなくて、まあ身近に猫がいらっしゃる方はそういうことはよくあることだと思うんですけど、その時ふと思ったんです。私に見えないものが見えてる、見えているのかなんだかわからないけど、私が理解できないものを理解しているってことじゃないですか。なのでなんかすごいなと思ったんですね。地球は母だって言うじゃないですか。なんか自然もそうだし、猫もそうだし、私にとっては守らなきゃいけない存在なんだけど、それと同時にすごく守られていて、なんかすごく偉大だなと思うので、なんかそういう絵を描いてみたいなと今日は思っています。でもそんな難しい感じじゃなくて、なんかポップな感じでそれができたらなと思っています。さっきポップな感じって言ったんですけど、ポップな感じってどんな感じって聞かれて、言葉で説明するのがちょっと難しいなって思ったことが最近ありました。なんか私はこの言葉を、なんか色とかコントラストが結構はっきりしてて、でなんか堅苦しくないみたいな感じ、ご存知の方多いと思うんですけど、ポップアートっていうのはポピュラーアートの略で、1950年代半ばぐらいに発祥して1960年代にすごい盛んになったアートです。その後も次世代の人たちがポストポップアート、ネオポップアートと形を変えていきました。それらの作品の中にはパッとした色、コントラスト、そして堅苦しくないみたいな、そういう作品もたくさんあるんですけど、そうでもないような作品もあったりするんですけど、まあ私がポップな感じっていうのは、まあポピュラーな大衆的な感じ、なんかパッとわかりやすくて、なんか堅苦しくないっていうか、すごいコアな感じじゃなくて、なんかに偏ってなくて、なんか明るくて楽しい感じみたいなのともちょっと違うのかもしれないけど、まあそんな感じが私のイメージの中にあるポップな感じですかね。ちょっとこんな感じでポップな感じになってきてますかね。したら続きを描いていきます。
き始めの時から赤い色を多くするのに赤い水玉と考えていたので、なんだか予定通りになりました。なんか地球とか自然とかそういう感じを表現したかったので、なんか植物っぽいものを入れたんですけど、本当はもっとごちゃごちゃさせようと思ってたんですが、シンプルな感じにしていこうと思います。この水玉のような感じで色を足していっているんですけど、描けば描くほど次々に何色を入れるかどうかが見えてきます。どんな雰囲気になるかっていうのは想像したのとちょっと違うんですが、どんなものを想像してたかは忘れてしまいました。絵が完成しました。タイトルは安眠できる場所です。なんか赤がメインっていうか黄色の絵になりましたね。なんか最初に作ったバックグラウンドがそのまま表に出てしまったっていう感じですね。でもこれはこれで良かったと思っています。なんかこの人は幸せそうなんだけど、この猫が何を考えているのかがちょっとよくわからない表情ですね。なので見る人によってこの絵のイメージって違うんじゃないかと思います。今日はちょっと私がどういう風に考えて描いてるっていうのをお話ししましたが、私は本当描き始めちゃうとあんまり意識的に考えないので、なんかちょっと意識するって言ったんですけど、いつも通りの頭の使い方をしてしまいました。なんかそれが私のアイデアの出し方なんですけど、人によってアイデアの出し方って違くて、なんか終作とかサムネイルとかいっぱい描いてそれで絵を描くとか、下書きして書くとか、学校で教わったやり方でいろいろ書いてみたんですけど、私が一番頭が働くのはなんかこんな感じで、なんかこんな感じで書くのが私に一番向いたやり方だと自分で発見しました。なので私はこのやり方が一番いいとかって人に言うのってどうなんかなって思ってて、やり方って人それぞれ違くて、自分で見つけていって一番心地いいやり方、まあ一つだけの方法じゃないかもしれないし、でも自分でそういうのって見つけていくのが一番と言っていいかわかんないけど、一番いいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。